ルキウス3世は12世紀のローマ教皇。本名は、ウバルド・アルチンゴーリ。ルキウス3世は1100年頃、当時独立国であったルッカ共和国で、オルランドの息子ウバルドとして生まれた。ウバルドは、首都修道会と近い関係にあった。1138年12月、インノケンテウス2世によって、数奇教に指名されて、サンアドリアーノの女祭となり、 1141年5月には、サンタプラシードの司祭となった。その後、1158年12月にハドリアヌス4世によって、オスティア及びベッレトリ教区の司祭に昇格され、さらに、アレクサンデル3世の下で、主席数気境にまで上り、強い影響力を発揮した。アレクサンドル3世の後任として教皇に指名された後の1181年11月、一旦は、 ローマに移り住んだが、市民の反感に遭い、1182年3月に町を離れると、以降の在位期間をベッレトリ、アナーニ、ベローナで過ごした。ルキウス三世の在位中、神聖ローマ帝国とは常に緊張した関係であった。特に、トスカーナ城博、マティルデディカノッサが残した領地の所有をめぐって、皇帝フリードリヒ一世と対立した。 1177年に新生ローマ帝国とローマ教皇の間で結ばれたベネツィア条約では、トスカーナ除白の所領問題が未解決のままとなっていた。そこで、フリードリヒ一世は1182年、教皇庁が領地を放棄する代わり、帝国がイタリアから得る収入の中から教皇に1割、司教に1割の計2割を分配する提案をしたが、ルキウス三世はこれに賛成せず、 翌年示された妥協案にも同意しなかった。1184年10月にはベローナで教皇と皇帝の直接の話し合いが持たれたが結局この件について解決を見ることはなかった。一方、新たな争いのもとが生まれていた。フリードリヒ一世は教皇分裂期に実施されたドイツ内の主教選挙を規制し、中でも1183年に行われた トリンや大司教選挙の見直しを要求したが、ルキウス3世はこれを聞き入れなかった。1184年、ベローナで開かれた教会会議後に教皇直書を発し,し、カタリ派やパタリン派、ワルドー派、アルノルド派を一端として破門した。一端審問がより厳密に法制化されたのは1234年のグレゴリウス9世の代になってからである。 教皇は神聖ローマ帝国との対抗姿勢を緩めず、1185年、ついにはフリードリヒ1世が四次に指名した、ハインリヒ6世の即位にも反対し、イタリアの統治に関する両者の溝は深まるばかりであった。エルサレム国王ボードアン4世の求めに応じて、第3回十字軍の準備が進められていた1185年、ルキウス3世はベローナで没した。 ありがとうございます。